はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。なんか雨降ってきた感じですね。11月の20日日曜日でございます。ですね、外は暗くなりかけてまして、雨が降ってきたんでしょうか。午後4時でございまして、さて、連合ニュースと申しまして、お隣さんのですね、通信社のサイトをご丁寧に日本語サイトを作っていただいておりまして、そこに出ています。今日の14時5分といいますか、今から2時間ぐらい前の記事ですね。北朝鮮最強の ICBM 保有国に核兵器強化継続を表明ということでして、長くないんで読んでみましょう。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は20日、北朝鮮が18日に大陸間弾道ミサイル ICBM 火星17の発射実験に成功し、名実ともに核強国、最強の大陸間弾道弾ミサイル保有国になったと宣言したと。まあ、この手の宣言ってね、ようされてますんで、別にそれ自体は珍しいことではない。昨日のニュースだとですね、初めてですね、娘さんらしき方と手をつないでですね、ミサイルの周りをうようよしてるというですね、写真が公開されてですね、それがちょっとばかし話題になっていましたけども、もうちょっと行きましょうか。同種は ICBM 保有国になったことで、核の先制攻撃権が米国の独占物ではないことを世界に実証したと主張した。アメリカってね、世界最強クラスのですね、核保有国ですけども、特に何もしていない国に対していきなり核攻撃をしたりすることはないわけなんですよ。最後に核を使ったのは広島と長崎でして、それ以降一回も使っていないんですね。で、何回も他の国と戦争みたいなことをしましたけども、一回も使ってません。それがいきなりですね、北朝鮮に向かって核をですね使うなんていうことはありえないんですけど、なんでそういうことを言うのかって不思議でしゃあないですかね。核兵器を戦争防止用に使用するだけでなく、必要な場合は先制攻撃に使う考えも示した。さらには次世代のために核兵器を質量的に強化し続けると表明。核には核で、正面対決には正面対決でと警告した。相変わらず威勢のいいことですね。専門家の一部からは、金正恩国務委員長、朝鮮労働党総書記が ICBM 発射に娘を同行させたことについて、国内に向けた核は次世代の安全保障とのメッセージ、との見方も出ている。金正恩氏の娘が公の場に登場するのはこれが初めて。まあ、この彼女を後継者にしようとしてるんちゃうかというような記事も散見されますね。まあ、そんなん別にいいんですけど、その娘さんの代まで、その北朝鮮という元凶の国家体制が存続しているのかどうか分かりませんよ。もう明日壊れても不思議はないわけです。で、写真をね、昨日から見てますけど、大層ご立派なですね、ICBM ですね。日本がよくですね、あれですね、宇宙衛星を打ち上げますよね、種子島とかって。あれとほぼなんか同じような感じですね。宇宙へ打ち上げる衛星ロケットもですね、この ICBM も基本的に原理構造は一緒だと言われてますね。ただそれをその宇宙に置くために発射するのか、それが地上のどこかを攻撃するために発射するのかという違いだというふうに言われています。なんで、あれだから一発撃つのにですね、相当費用はかかると思いますよ。日本でいけばあれ何百億も借りてるでしょ。いや それ今年になってあれ2発撃ってるんですよ。もう世界最貧と、一番貧しい国のと言われてる北朝鮮がもう2発も撃ってるわけです。1回はなんか日本列島超えたんですよね。あれね、多分ね、一発ね、安めに見て100億円するんですよ、日本円で。2発撃ったと見たら安めに見て200億するんですよ。
で、200億あればない。カロリー計算でね、北朝鮮、仮に2000万人間がいたとしたら、その2000万に1年分のカロリーに相当するトウモロコシ買えるはずなんですよ。私計算したの10年ぐらい前ですけどね、もう今でもそんなに変わらないと思うんですよ。買えるはずなんですよ。それこうで国民食わせろよと。少なくともね、用意してね、食べたいやつには食べさせろと思うんですけども、もう国民はね、北の人々は食べるものが足りなくてですね、命のありどころをですね、あちら側に移してる人はですね、多分100万の単位でいると思うんですよね。100万の単位でそういう方がいらっしゃるにもかかわらずですね、三男分のあんちゃんはですね、一発100億円以上するようなですね、ICBM をパンプコーン、パンプコーンって言って、その他にもいっぱい売ってるでしょ。あんな費用全部入れたら、国民が3年には5年、なんていうか、植えることはない程度のですね、穀物を買えるはずなんですよ。なんでそれをせずにですね、ああいうバカなことを海に打ち込むだけでしょ、あれ。なんら建設的ではないわけであって。で、さっき申し上げた通り、アメリカ側から先制の核攻撃を加えるなんてことは、国際的常識からしてありえないし、歴史を見てもそんなん誰が見ても分かることやんというのにですね、なんであのあんちゃんはですね、それが理解できないんでしょうね。まあなんともアホらしいというか、人類ならではの愚行ですよね。まあ人類というのはそんなに賢くないなといつも思ってるんですけど、まあそのね、生まれてきた人々には何の罪もないわけであって、ただあのエリアに生まれてきたというだけでですね、途端の苦しみを味わされるわけですね。でそのあのだからあの一家ですね、もうじいさんの代から続いてますけど、あの一家のあのですね、おじいちゃんと親父とご本人、まあその周辺取り巻きロイヤルファミリーとかがですね、満足するためにですね、2000万、今も2000万切ってると思いますけども、の国民がですね、非常にひどい目に遭ってるという、こうちょっと許しがたい政治体制なわけですよ。なんとかしなあかんわけですけど、これがまたですね、国際関係のですね、複雑さから何ともできないわけなんですね。で、まあ、一番ね、望ましいのはですね、中国になんとかせえって、なんとかさすことなんですけど、まあ、そう簡単にもいかないわけですね、そっちもね。だから、北ではたびたび、お父ちゃんの代ではですね、空の試みがなされました。最近聞きませんけどね。だからでも空でもやってですね、プチンとですね、あの三男ブー君をですね、プチンとこうしないことにはですね、終わらないと思うんですけど。まあ、プチンとしたところでね、次にどういう体制になるのかっていうのはわかりませんけども。とりあえずもうちょっとマシな、ですね、統治体制にこうリニューアルできないものかというふうにいつも考えてるんですけど、日本から何かを仕掛けるということはまずないんで、何かやるとすれば中国でしょうね。で、アメリカからね、北に対して何か仕掛けるなんてことはありえないんですよ。いや、北からね、何かアメリカに対して悪いことをしてですね、で、それに対する報復っていうのはありえますよ。でも今までワームビア事件なんてありましたけど、1人や2人のアメリカ人がですね、こう拉致されてひどい目に遭ったところでアメリカ政府は動きませんからね。グアムの沖にね、打ち込むとか、ハワイの沖に打ち込むとか、ロスの沖に打ち込むとか、そこまでやりゃ話は別ですよ。でもそんな根性ないですからね、あの三男夫婦。せいぜい日本の EEZ に打ち込むか、日本を越えて打ち込むか、日本なんか何もせえへんの見えてるわけですからね、なめちきられてるわけですよ。まあ、しかし、この関係のですね、ニュースを聞くたびにですね、なんかものすごくなんか虚しくなるのとですね、こう、なんていうか、彼らにですね、さらわれて、まだあの国の中にいらっしゃる日本人もいるわけでして、こう、やるせなさといいますか、腹
腹が立つというか、という気持ちに襲われますね。まあね、南を見てる分にはね、まだコントやっとんでと思うんですけど、北はね、やるせないですね。はい、特に貼りません、探してください、連合ニュースでございまして、北朝鮮3強の ICBM 保有国に核兵器強化継続を表明というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。